これがね、高田さんのところで最新のただのお風呂工事をこうプレゼンするための資料ですね。やっぱりでもこれぐらいしかできないわけじゃないですか、商品紹介って、ね、商品紹介ってだから一生懸命みんな売りたいから商品紹介作るんやけど、商品紹介ってパワーないですよ、あんまりこの程度なんですよ。けどこれお風呂ですよね、事例にしてお風呂を見せてあげたら、こういう感じなんですね。やっぱり魅力的ですよね、ああやって見せられるより。イメージできるんですよ。そう、今いい言葉言われてくれましたけど、お客さんは買い物を実際買う前に頭の中で一回使ってみて満足したら金を出すんです。だから頭の中で一回使わせてあげないといけないですね。でこういうのがページ内にいっぱいあるわけですよ、事例広告は。そうするとなんか逆に言うとショールームに行くようなイメージですね。もうショールームとか見積もりに来てもらうようなイメージですね、もう家に。でその見積もりのパターンがいくつもあってっていう感じで、で勝手に自分でうちもあんな感じにしたいんだけどいけるっていう話になるんですよ。だから自分の頭の中でいっぱい事例の分だけ使ってくれるんですよ。そうすることで買いたい気持ちになってくるんですね。だん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 こっち側に上がってくるっていうことですね。だから一番いいのは初めて一番注意してる、ここは一番見ますからね、一番真剣に見れます。これな、まあ復習ですけど、どうやったって一番真剣にその会社のホームページ見るのって絶対ここなんですよね。不安やからですよね。会ってしまえばもう別にもう見ない、真剣に見ないです。ここが一番真剣に見るわけです。ってことは真剣に見るときに事例広告こういうの山ほど見とったら高額商品いきなり売れるでしょ、初めて会った時でも。こういうの見てなかったらやっぱりもう安いっていうか、とりあえず1個ずつ買うじゃないですか。けど事例広告やっぱり真剣に、だって一番どこ見ます、このラインナップで。まあ全部見ますけど、まあ社長の思いとかも全部見ますけど、やっぱ一通りやっぱり事例広告のところが一番やっぱりこうどんなことをやってるのかな、その会社ってどういう工事してるのかなと思って見るわけですね、この場合だったら。そうだ、見たら真剣にこういうの見るわけですよ。じゃあ勝手に頭の中でうちはこれがなんか当てはまってるからこれいけそうかな。さっき言った介護保険の場合だったら介護保険うちも使いもらってるから、あの補助金下りるとかって話になってる。なんでもう事例の数だけ見て勝手に自分が欲しいパッケージ決めるんですよ。なんで今日僕の言った、AAA がの人たちが買ってるパッケージが一番賢い買い物のパッケージです。ですからこれをすぐさま売らないといけない、 AAA の人たちのパッケージを売らないといけない。じゃあこの AAA のパッケージが何かって言ったらこれなんです。だからこのパッケージを、いくつもあるパッケージを見てくれて、自分にぴったりなパッケージ、自分に合いそうなパッケージを勝手に見つけてくれて、あんな感じでうちもできないですかって言って初回取引でいきなり AAA 最大まで引き上がるっていう感じです。だからこういうホームページをどんどん作っていきましょうよと。もうね、あの物事が複雑になりすぎて事例でしか売れないですね。商品説明ではもう売れないじゃないですか。だって商品説明ってどこ見たってあるんですもん。そうすると我々なんかだったら、我々の商売だったら、例えばこれを食べたらこんなに、こんな、あの使用値体験みたいな、こんな美味しかったですよとかっていう表現しかなくなる、そういう表現なんですか。うん、でもお客さんの要望が入れれるじゃないですか。こんなことで困ったからこの食材に行き着いたよみたいなことも言えるじゃないですか。でそれいくらぐらいでどうこうとかって、でこれが商品の写真でもいいじゃないですか。でこれに一言、こういうことで悩んでいらしたのでこういう提案しました、で実際1週間後に、まあ、1ヶ月後にお会いしたらなんか調子が良くなったって聞きましたぐらいでいいじゃないですか。何でもできます。だからこれ変な話、効果効能を歌えない時代にぴったりです。特にもう今効果効能歌えないので、そのそういう食材とかは。けどお客さんとのね、こういうエピソードだとまだいけますよね、多分ね。そうです、あの LINE ありますけど言いやすいですね。うん、そうですね、LINE はありますけど。
だからもうね、実は商品説明で過剰な説明がもうできなくなっちゃってます、オーガニックとかだと。なのでむしろこっちの見せ方の方が商品の価値が伝わる。なんでまあ何が言いたいかというと、もう商品説明では商品売れないんですよ。もう商品説明で商品が売れるのは結局値引き戦争に巻き込まれる戦いですよね。どこも同じこと言ってますから、どこも真似できますから商品説明は。けど事例広告は真似できませんから、一切事例の数が魅力だから事例広告が売ってくれます。